はいどうも、キスケです。今回ですね、ライバルズ実況始めていくんですけども、使っていくデッキはゼシカ。デッキの中身がこちら。勇者杯で非常に活躍したデッキ、ゼシカ。はい、やっぱりね、女性陣が非常に強かったですね。アリーナといい、ゼシカといい、予選突破したデッキのほとんどがもうこういったリーダーになってきました。うん、まあ、やっぱりパワーがあるんでね。はい。で、まあ、このミッドレンジはですね、結構その最速レジェンド到達された方も使用してたように、ゼシカをミッドレンジタイプで使うことによって、まあ、非常に強いと。ベロニカからのラビエルもあるし、テンションスキルで3点どこにでも飛ばせることができるので、まあ、やっぱり強いですよね。はい。何よりヒロパが強いことが、まあ、一番、まあ、ミッドレンジとして使ってて、まあ、強い点なんじゃないかなと思います。はい。でも、まあ、このタイプは結構重めに仕上がってますね。ゾーマまで入ってるので、もう最後の最後まで戦える構築になってるんでね。はい、よろしければ使ってみてください。はい、それではこちらでランクマッチ回っていくんですけども、よろしければね、チャンネル登録、グッドボタンお願いいたします。動画の方を最後まで見ていってください。それではランクマッチいきましょう。さあやろうぜ。はい、それでは対戦よろしくお願いします。お相手テリーですね。さあ先行引いていく。イカナイス。お前が一番欲しかった。あー、でもこれちょっと軽すぎるぞ。まあヒロパー打たして、こちらはテンション上げていきましょう。はい、シャープヒロパ。はい、いや手札冒険者だらけ。しかも11の11勢ぞろいやけどさ、あれじゃね、大丈夫じゃないか。もう世界は救われたよ。いや、ベビーパンサー欲しいな。相手もまあレナスタのテリーでしょう。はい、ちょっとまずいっすね。これちょっと動けてなさすぎでしょう。少々まずい。タケリー強いな。3点。いや、これは痛いぞ。これは痛い。テンションアップ。うん、こっちも竹あり。いやー、ちょっとこれはどうだ。俺はどうだ。まあヒロパ打たすか。いや、打たさんでいいか。次シルビア行きたいかなーって思ってるんで、竹槍で。あ、ちょっとお茶濁しておきましょう。はい、お茶濁す。見せてやるぜ。まあヒロパ打ってくれなければありがたいですね。うん、準備は整った。じゃあ、なるほど、1コスも動いてくる感じか。狙おうかな。剣は振らない。テンションもためないですね。さあメラゾーマ、ちょっとどうした。手札がよろしくないっすね、これ。死の誇りをつけて真剣勝負よ。これが私のジャスティス。おい、グレン打つときカメハメハ打つかのようなポーズしてますね。うん、まあもうベロニカ行っちゃってもいい時間かな。うわ、強すぎそれ。やばすぎ。これはさすがにやべえぜ。あなたなら負けて悔いなし。そういう配置にしていく。私のターン。マルティナ行くか。竹槍。
まあせめて 2-2 は落としてほしいですね。絶対に。行くわよ。せい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 と。オッケーオッケー。まあキラーピッケルも広場圏内に入ったんでいいでしょう。三日月よ。まあそれ。俺に力をくせ。もうやばい。なんて強い。シローが、まあそれはあまり強くない。いやこれ耐えたいな。ちょっときついぞ。1コス動いてくるかもしかして。あ動きそう。アメラゴースト。なるほど。なんで。なんで。15点圏内に入れていく。さあ行くわよ。イカか。弱やな俺。ジャガーメイジメラゾーマかな。メラゾーマ。まあほぼ雷鳴持ってる感じの動きですよね。きっと聞こえるかでしょ。違うか。ジャガーメイジに標準が定まっていく。アトラス威圧。なんだこの強さ。尋常じゃねえぞ。いや4点どうすっぺかこいつマジ。うわ処理か。あーそりゃいやった負けた。そりゃおった負け。ハグメタキラピでも取れないんで、ベロニカかな。いや雷鳴あったらリーサルですね。まあウォール張ってただの子供だと思ったらお茶を濁すか。ほらほら行くわよ。メラゾーマ、凍てつく波動、メラ。いや、それはダメでしょう。とりあえず、はい、こういう感じでいきます。ちょっとネルゲル警戒するか。見せてやるぜ。ちょっと恐ろしいなマジで。アトラス怖すぎるマジで。デュラン、いや強すぎマジで。おとなしく降参しなさい。これきちいな。次は絶対に負けないからね。アトラスまで手が回んねえぞこれ。あーちょっときついです。さあ行くわよ。メラミ、メラゾーマメラミでディラン落としたところでアトラスが残っちゃいますね。もうね、こりゃきついかな。ちょっとほんときついぞ正直。もう無理っぽいっすね。いやどうでしょう。俺のターンどうですか。きついっすよね。いかづちよ。広場で負けですね。見事だったわ。私の負けね。覚悟してよね。はい、それでは対戦よろしくお願いします。お相手ゼシカですね。さあやっていきましょう。まあ序盤はキラーピドルヌーバーだけキープでいきましょう。オッケー、まあ悪くはない。容赦しないわよ。さあ、ニードルマン。ああそれ嫌ですね。それグレン打っちゃうな。はい、グレンの炎で焼き尽くしてあげる。ガチアグロかなこれ。容赦しないわよ。すごい早いアグロかな。ニードルマン入れてるってことは。でまあプチアン、うわまた出てきやがったこいつ。
私のターンね。また出てきやがった。なんだそれ、ひでえな。また出てくんの。まあ、しっかりと処理できるようにしておきましょう。竹槍やばすぎでしょ。5点は歩くメラゾーマじゃないか。歩くメラゾーマ恐ろしすぎでしょ。やばすぎ。メラゴー、うーん、いやどうすっかなこれ。ボール張るか。いやテンションも食べたい。うーん、いやでもボールは張っておきたいですね、さすがに。ほい、楽しよう。私のターンね。あなたのターンです。4コス。もうじゃもうまあ取れるっちゃ取れるんだよな。ジャガーメージうわ刺さっていく。テンションアップ。ヒーローパー、はい。でフェイスと、まあ、竹槍で処理してあげようか。うん、18点か。まだまだまだ大丈夫か。まだ大丈夫ですね。 OK。 いいか、はい。でまあ次のターンテンションアップベビーパンサーからのまあ回しもあるのでちょっと戦っていきたいぞ。しっかりとニードルマン入ってるってことはミッドレンジではなさそうだよな。うん、ガチだよなこれ。バタボー辛いね。いやー強い強い強い。なんだそれ。なんだそれやばくね。バタボーキープちょっと心配か。いいか。またいいか。バタボーだなこれは、はい、グレンの炎で焼き尽くしてあげる。いいか、ダウンしよう。いや、じゃがめが刺さる刺さる。じゃがめ刺さるが、これは仕方ないかな。メラゴースト、はい。メラゴ2枚。メラゴ2枚。フェイステンションアップか。容赦しないわよ。3コスの動きはなしか。うん、ベビーパン弱いな。どうしたらいいんだこれ。どうすればいいんだ。はい、とりあえずこう処理して、ほい、完了。いや耐えていけ。まあマジックフライがなんかで、まあ、特技カードを引っ張ってきてるんでね、メラゾーマもしくはメラミ持ってきてると思うんで、ちょっともう食らいたくない。もう食らいたくない。お願いします。もう僕は食らいたくないです。はい、もうほんと勘弁してください。処理7コスの動き。メラゾーマフェイス痛すぎ。容赦しないわよ。いやーこりゃちょっと綿棒置けねえぞ。どうすんだ。いやでも置いちゃおう。ちょっと盤面で戦っていかねえとしゃあねえわこれ。次のターンリーサラッターも終わりですね。まあ、メラゾーマメラミグレンで終わりかな。うん、
テンションアップ。リーサルないのか。いかにグレンが集まりましたね。オッケー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 。まあ大丈夫大丈夫。シルビア、うわー強いよ。どちらが上か。オーマイゴッド。つけようじゃない。これが私のメラゾーマ引いてたらリーサルやってんけどな。はあ、グレン、グレンの炎で焼き尽くされる。そっちか。手札苦しいもんな相手も。いや、綿棒がちょっと裏目か。容赦しないわよ。456699914151616。うわ、1点足らん侍かー。そうですか。1点足らねえか。私手加減できない性格なの。覚悟しなさい。マジかシルビア。覚悟しなさいシルビア。いや、綿棒そろそろ処理ですね。はい。うわ、1点足らんかったわ。私を打ち負かすなんて。そしたらまあ耐えるしかないわこれ。はい。いや、あの手札3枚怖すぎでしょ。メラゾーマメラゾーマでもう終わりやしな。メラゾーマ、あー終わりました。え、なんだよ、え私の負けよ。さあ構えろ、俺が相手してやる。はい、それでは対戦よろしくお願いします。お相手テリーですね。やっていきましょう。あー重いよ。まあ悪かねえけど、ちょっと重えな。それでも始めた。ナイス。まあヒロパ打ってくれれば嬉しいかな。うん、俺のターンだ。はい、イカズチ、イカズチよ、俺に力を貸せ。さよならイカ。容赦しないわよ。フローラ、おい、ちょっと手札重いぞ。見せてやるぜ。手札重い重い重い。いや、それイカ処理できないんだけど。さあ、行くわよ。イカ処理できないんですけど、うん、とりあえずパンチしとかないと。やってやるぜ。きつそうですよね。はい、メラゴー、2枚メラゴーはちょっとやめてくんね、マジ。フェイス、メラゴー持ってねえのか。え、ないね。ないんか。泥ヌーバか。これまた地味なユニットが来ましたね。ドロヌーバ配置処理しましょうか。はい、見せてやるぜ。まあ中盤後半ちょっとしっかり戦っていきたいですね。うん、ハグメタル、これキラピで上から叩けるんでね、非常に強いですね。フェイス、容赦しないわよ。うん、ゾーマ、テンションアップ。竹槍でいっか。いや、キラピだな。はい、まあ、どっちにしろ竹槍選択したとしても、まあヒロパ打ってたと思うんで、それならちょっとヒロパ活躍できるキラーピッケルの方が丸そうかな。ハジャは NG、 ハジャはちょっと強すぎる。 NG ワード、
フローラポン置きでもいいかもしれないですね。テンポフローラ縦まず OK。 まあこれ竹槍でキラーピッケルでまあ取れるんで OK です。俺に力をって。はい、全然構わない。行くわよ。モモ、うん、悪くない。テンションアップ、シャダメージ入ってっかな。はっ、見せてやるぜ。さあ手札がもう後半お前は戦うべきやっていうあれが出てるね。ビビパンサーネルゲルの玉座を奪っていく。テンションアップ、ヒロパでキラーピッケルかな。はい、イカズチよ、俺に力を貸せ、俺に力を、ワイに力を貸せ。モモモモ弱すぎ、弱い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 。いけるいけるいける、私のターン。諦めんじゃねえ、諦めんじゃねえ。フローラ、私があなたをお守りします。エラゴはいいか、まあ、処理、いや処理だな、処理処理。こういう感じで行こう。さあ7ターン目の動き、まあそろそろ雷鳴聞こえるかみたいな、生きてるかみたいな感じで言ってくるんでね。聞こえるか。お、処理していく。まあまあいいか。それじゃあまあしっかり15点内に入ってるんでね、ちょっと怖いな。さあハグレメトル、ラビエル、ちょっとウォール張りに行きましょう。はい、運命の扉を開くものだ。見せてやるぜ。見せてやるぜ。ベロニカ欲しいですね。ちょっと手札がない。うん、正直ネルゲルもきつい。ネルゲル来たら3-3出るのをお祈りするしかないな。じゃないと取れないですね。恐ろしい。デュラン、デュランもまあグレン・ラビルで処理できるのでまあまあいいかなっていう感じですけど、まだ許せる。さあ8コス、まあ、死神が走ってくる恐れもあるんでね。はい、シールドが綿棒、うん、でフェイスか。おお強気。ラビエルに当たっていく。まあそれはオッケー、それはオッケー。いやなんか欲しいぞ。ちょっとパッとしたのが、お前全然パッとしてねえんだけど。もう全然パッとしねえぞ。ほんまにそれ。まあ全処理安定か。フローラでしょ。うん、フローラ。少し力を使いすぎたようだ。テンションアップ。選んでくださって。でプチアーノも配置してしっかりウォール張っていこう。そっちの方が強いですね。はい、グレン。ベイ。グレンの炎を焼き尽くしてあげる。でルドマンでしっかりと手札を、回していきます。はい。先ドローしましょうか。そろそろ決めないとね。何が出るかな。何が出る？おい、ネルゲル、オッケー。いいか、ターンしろ。いや、手札が怒ってよ、手札。魔王やぞ。俺のターンだ。ゼシカをいじめるやつは許さないみたいな感じで手札でうなってますけど。デュラン、
デュラン取れなくね。デュラン取れなくね。デュラン取れないんですけど、ちょっと、あー1点が欲しい。なんか1点くれ。1点じゃない。デュラン取れないんですけど、それはどうします？ダメやな。ゾーマか。いや待てよ、これデュラン取れねえぞ。正直、いやネルゲルしかないか。いやネルゲル行きましょう。ネルゲルしゃあない。これはちょっときついが、まあこれは仕方ないということで、これパンチしておきます。はい、パンチパンチパンチ。こうかな。はい、ゴーゴーカモン、ナイスゴーゴー。壁を高くしていけ。やってやるぜ。これでまあ一ターンは延命できると信じたい。うん、一ターンは延命できると信じたいですよ。ギガブレイク打ったとしてもフローラには効かないんで、まあ、ワンチャンありますね。全然。いやどうや、どうだ。あと13点か。ちょっとまあネルゲル残ることはほぼないかな。テンションアップ、雷鳴オッケー。武器ないな。じゃあ俺に力を見せて。ネルゲル処理か。マルティナ、おい嘘でしょ。負けられない。絶対に。あー、フローラ落ちたな。これはさすがに。おい、それちょっとハグメタ圏内に入るのはちょっとよろしくないんじゃない？さすがに取るでしょ。うん。いやー、これはベロニカ引いていく。雷鳴があったらまあワンチャン負けか。それならゾーマの方がいいのか。ベロニカでワンチャン回したとしても結局雷鳴でまあ持っていかれたら意味ないので、ゾーマかな。はい、とりあえず、まあ、雷鳴引いてないと信じて、こうしておきます。はい、見せてやるぜ。まあワンチャン雷鳴で負け。死神貴族リサラ雷鳴。9点、あと3点か。怖っ。オークキング、オッケー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 。大丈夫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 。ベロニカで1点でも飛ばしてくれれば勝ちですね。はい、ベロニカで1点でも飛ばすカード持ってこれれば。あー普通に勝っちゃった。オッケー、ギリギリ。なんというこのハラハラした戦い、楽しかったですね。はい、対戦ありがとうございました。俺としたことが。はい、皆さんお疲れ様でした。今回ですね、ミッドレンジゼシカ使ってみたんですけども、いかがだったでしょうか。中盤後半のパワーが尋常じゃないですね。やっぱりキラーピッケルが非常に優秀でした。まあ、最後の試合の縦魔人突破した時もそうでしたけども、縦魔人突破した時は竹槍兵か。まあまあそれでも非常に強力ですよ。はい、ラビエルがやっぱりね、
刺さってくれます。これだけ冒険者ユニットが入ってるんでね、まあラビエル入れると6枚入ってるのかな。うん、まあどれを使い回してあげても非常に強い構築になってるので、非常にこちらおすすめになってます。はい、それではこちらフリーマッチランクマッチで使ってみてください。良きドラゴンクエストライフを。バイバイ。